こんばんは。こんばんは。ちょっと前髪が。こんばんは。メリークリスマス。メリークリスマス。青い。あの赤いサンタはお家でなくって、青いサンタならお家にあったので、青のこの上の部分だけ着ました。こんばんは、メリークリスマス。そう、今日ちょっと明日あのクリスマスライブなんですけど、それのレッスンがあって、ちょっとメイクしてないんですけど、そうで、あと明日のあの練習もこの後ちょっとやりたいなと思ってるので、あの30分だけ配信させてください。そう、せっかくクリスマスだから、みんなとあのお話ししたいなと思って。そう、あとオンリーボックス完売ありがとうございます。ありがとう、嬉しかった、めっちゃ嬉しかったです、ありがとう。平日だからさ、そう月曜日の平日だから、皆さん忙しいかなって思って、そう来てくれるかなって心配だったんですけどよかったこんばんは。あ、無事帰っていた。え、よかった。よかったよかった。初めて一枠取れた。いや、ありがとう。楽しみにしてるね。そうだからさ、そうよかったです。完売ありがとうございます。明日はいよいよクリスマスライブ楽しみ一部と二部があって、二部は無料配信で、あの来れない方たちも見れると思うんですけど、楽しみです明日はみんなと会える、来れる方はぜひ楽しみましょう。こんばんは。そう、今日はね帰ってきて、あの家族で、あのなんだっけ、私の分のご飯とかも残しておいてくれてて、で、でもそのお家出る前にケーキ食べた、チョコレートケーキ食べてきて、帰ってからあのローストビーフとシチューと、あとなんか骨付きのチキン食べました明日クリスマスプレゼントもらえるかな、もらえる、もらえるかな、もらえると思う私は今日寝たらもらえるんだっけ。そう、でもね、サンタさんにあの欲しいもの言ってないから、サンタさんセレクトになるから、何が届くか分かんないけど楽しみ、明日受けるのが。のんたん、かわいい、ありがとう、かわいい、ありがとう、プレゼントもありがとう、のんたん、ありがとうね、ありがとう。お話し会変えたよ、はじめまして。まなみちゃん、ありがとう、楽しみだ。そう、めっちゃそうクリスマスなの豪華だった。でも明日もどうなんだろうね、明日、そうご飯美味しかったあ、自分のとこ今50センチ、大丈夫？
大丈夫、気をつけてね。あ、これなんだっけ、スノードームって言うんだっけ。ありがとうライト、スノードームありがとう、ありがとう。明日はね、今日はあのチョコレートケーキ買ってきた、チョコレートケーキだっで、明日はあのなんだっけ、ケーキ手作りするの、作る予定だよ。スノードーム10分ぐらい、でもスノードームの実物あんま見かけたことないかも。売ってる売ってるか。明日みんなあれなのかな、来るよって方、サンタさんの格好とかするトナカイかな、なんかクリスマスっぽい服装とかで来るのかな。あ、確かにクリスマスマーケット見てないわ見てない。なんかね、結構雑貨屋さんとか人がいっぱいいたからね、見てないんだよね。でもそう、ちょっとなんか名前を入れられるあのキーホルダーみたいなネームプレート的なのがあって、それ引かれたけどやめた。こんばんは。サンタさん、サンタに自分で買いました。自分で買うの？自分で買うの？クリスマスマーケット楽しかった。そう、初めて、なんか毎年やってたのかな。初めて行ったけど楽しかったけどね、めっちゃ人いっぱいいて、でもご飯美味しくって、そう、本当はねリンツのドリンク飲みたかったんだけど、めちゃめちゃ一番行列ができてる、できるほどあのすごいなんだっけ、行列ができるほどすごいあの人気だったから、そう買えなかった。でもね美味しかったよ、ご飯なんだっけ、ビーフシチューみたいな、パンの中に入ってるビーフシチューとか食べた。明日は家でスノコを買うって、ソリになってますのんたんね、配信もあるからね、来れないよって方は配信で、2部は配信、無料配信があるから、よかったら無料配信を見て一緒に楽しみましょう。あれ、コスプレ何も歩みしてない？いや、でも分かんない、するかなって思ったけど、どうだろうリアルサンタさんみたいないるかな安田食堂行ってきたよ。え、見たよ、ありがとう、美味しかった。私も行った、桃子とひめりと行った、美味しかった。ご飯、クリスマスマーケット行ったことないけど、スケートリング、あ、わかんない、なんかやったのかな、わかんない、あったかな、でもありそうだよねでも思ったより、初めて日比谷公園行ったんだけど、めっちゃ広くって、そうで、その近くに日比谷音楽堂があるのかな。昨日は8割ちゃんのぬいぐるみゲットしました。ももなちゃんあげよう思ったけど、一緒に寝ました。いいですね、いいな、ちわるちゃんの。私もこの前なんだっけ、この前ちいかわランド行って、はちわるちゃんのグッズゲットしたよリンツ飲んだけど、美味しかった、いいな、飲んでみたかったけど、なんかじゃあ行列で諦めたから、その代わりにストロベリーラテみたいな、ピンクのいちごミルクのなんかホットバージョンみたいな、あったかいバージョンみたいな飲んだ
友達にジンジャーガーデン誘えていくよって。いいじゃん、行きなよ。ジンジャーガーデン、アフヌーン、アフヌーンだよね、アフタヌーンティー。美味しかったよ。なんかあのスイーツ、アフヌーン初めて行ったんだけどさ、スイーツばっかなのかなって、スイーツ多いのかなと思ったけど、意外とちょっとしょっぱい系の、あ、何なんだっけ、ビーフシチューみたいなのもあって、そう、美味しかった、めっちゃでもね、写真撮るのにね、ママと行ったんだけど、写真撮るのに夢中になっちゃって食べるの遅くなっちゃった。可愛すぎてね、食べるのがね、もったいなかった。明日のうちは今作ってる、ありがとう、まなみ、まなみちゃん楽しみにしてるね、ありがとう。あ、日比谷野音音楽堂か、それだ、それが近くなるのかな。明日のイベントとライブは高山ちゃんからの素敵なクリスマスプレゼントなんです。私も楽しみ。楽しみですね。みんなに会えるのがとっても楽しみです。チーカーランド行きたい、熊散歩、熊散歩セット、そんなのあるの？こんばんは。アフヌーン好き、アフヌーンね、いいね。初めて行ったけどさ、めっちゃ可愛くて、あのテンション上がったすごいテンション上がった。なんか内装もさ、すごい可愛くて、クリスマス仕様になってて、そう、なんでもっと早くさ行かなかったんだよと思った。存在は知ってたんだけど、なかなか行く機会なくて。あ、明日行くけど初めてももなちゃん会います。楽しみです。私も委託、楽しもうね。そう、明日がクリスマスイベントあっという間でも、明日は1部2部あるから、そう、楽しみ。本部でライブ、そうだよね、26、そのあのクリスマスライブの次の日がオンリーボックスだから、そう、話せると思って嬉しかった。次の日でよかったと思った。明日めっちゃ席近いから楽しみ。私も楽しみだよ、見つけどね。あ、やばお腹鳴ったあ、待って、ちょっと待って、のんたん、尊い、ありがとう、尊い、ありがとう。萌えちゃん、萌え、レイボスさん、ありがとう。みっちゃん、キューピットくまちゃん、ありがとう、ありがとう。あ、こんばんはライブで帰るとこも踊りたくて仕方ないな明日やるかな、ね、でももし披露したときはあれ踊ってねかわいくてごめん、そうみたいな、みんなが踊る姿が見て。でもしさ、明日来るよって方、私の腰グッズ持ってきてくれたら嬉しいな。あと薄ピンク振ってくれたら嬉しいなイベント終わりみんなでチャレンジ、行きたいな。なんかいつもさ、美味しいもの食べに行ってるよねまたチビポシと取ってきてね何か食べたら打ち上げ。明日2部行くよ、イズル、ありがとう、楽しみにしてるね、楽しもうね、ありがとう。はじめまして、初見です、ありがとう。クリスマスライブ行けないです。ぜひぜひ、あの2部は無料配信で見れるので、よかったら見てください。明日一部行くよ、文中、嬉しい、待ってるね、久しぶりだ。あ、カメレコ席、全然カメ、じゃあ可愛く撮ってください可愛く撮ってね、私のこと見つけられるかな。あ、ハイゲモモちゃんのこと好きすぎて、お知らせのことポシらせとか言った。ぜひぜひ使って、ポシらせって可愛いよね、ぜひぜひ使って、
明日トナカイさん着る、トナカイさん着るの、いいじゃん、全身トナカイ、トナカイさん、なんかさ女の子のトナカイ、トナカイさんを見たことあるけど男性の、どんな感じなんだ、あでもカチューシャだけかな、全身茶色タイツあるの、逆にあるのそれあ、オーナーメリークリスマスイブメリークリスマスの文字おしゃれな、ヨシフミさんありがとう星グッズ持っていきます、楽しみ、持ってきてください、ぜひ星グッズ持って、ちょっと外そう、でもぺちゃんこかな、もういっか、星グッズぜひ持ってきて、夜行バスね、気をつけてきてね、明日はまたお先真っ暗系女子、本当に、あじゃああれかな、海送り会、見送り会で連番してくるのかな楽しみ、あの MV スーちゃん、あ、はあ、はいはい、分かった分かった、着ぐるみみたいな、着ぐるみみたいなやつか、そうだそうだ、着ぐるみか、あ想像ついた、そういうのか、想像ついたよ、いいじゃんみんなさどうするんだろうね、気になる、なんかね、ハロウィンのさなんだっけ、ファミの時はさ結構カチューシャつけてたりとかさ、いっぱいいたけどさ、仮装してくださってる方とか、ハチワレちゃんのさかぶり物してる人とかいたけど、明日クリスマスさどうするんだろうみんな私もさ、なんだっけ、メリークリスマスとか書いてある、ニットとか、赤いニットとかそういうの買おうかなって思ったんだけどね。やめた。そう、シーンで調べてて、そう、トナカイさんの絵がついてたりとか、そう、サンタさんとかツリーとかが書いてある、そう、トレーナーとかニット着ようかなって思ったんだけど。やめた結局買わなかった。明日りっちゃんとももなのクラファンのうち、ぜひぜひこうやって掲げてねありがとうチーボー、ありがとう、明日持ってくうちわ、ももなちゃんにサンタ帽つけて、うちわにサンタさんの、絶対かわいいじゃん、ありがとうね、さくらちゃんいつもかわいいの作ってくれて、あすごいスノードームだ、ありがとう、きっちゃん、きっちゃんスノードームありがとう、ありがとう、ももなちゃんがアンクさんで着てたニット着て、本当に嬉しい、楽しみ、あれかな、ニットってどれだろう、白と黒のかな、ありがとう、コスプレなんつかけそんなつもりないよ、ごめんね、ごめんね、私も赤のサンタさんさ欲しいな、青しか持ってなくてさ青ってあんまりなんか可愛いけどさ、あれだよね、珍しいよ、で白とかもあるよね、ピンクのサンタ、ピンクのサンタさんも着たことある白と黒のやつ、あ本当、私も持ってるよ私も持ってます、遅いじゃん、ありがとう、モーラちゃんとこには何歳くらいのパパサンタさん、パパサンタサンタさんはねいるよ、私のそ今日も私のお家に来るんだよ、今日も絶対明日の朝起きたらプレゼント置いてあると思う煙突なくてもね、サンタさんは信じてると来るから、そうやってママにね教わったので、教えてもらったから、
今もずっと信じてます。あ、確かに青の洞窟さ、めちゃめちゃ感動した。めっちゃ感動した。すごいさ、綺麗。あの青の洞窟にたどり着くまでもさ、周りの木がさ青くなってて、あ、綺麗ってなった。いいね、イルミネーション。青のイルミネーションもさ、めっちゃ綺麗だった。すごい、緑サンタか、サンタとか黒サンタとかも、あー、え、緑サンタ、あ、緑サンタどっから見たことあるかも。黒サンタとか着てみたいかも。え、サンタさんね、何かね、お願い事してないからね、セレクトかな、サンタさんセレクト にした。明日は映画、え、ブラックナイトパレード、私も一回あの見てみたい。私もなんだっけ、あの予告、映画さ、何の映画見に行った時だっけ、あ、スズメの戸締まりだ、スズメの戸締まりさ見に行った時に予告でブラックナイトパレードの予告出てきて、え、めっちゃ面白そうと思って、見たい、私も。アーサンタかわいい、青かわいいよね、目ばかりそうになる。確かちょっとね、でもめっちゃ綺麗だった。青の洞窟、桃子とひめりと一緒に行った。でもさ、写真さ、全部顔がね、全部青くなっちゃって。近くで撮ると青くならないんだけど、遠目だと青くなっちゃって、すごいね、写真撮るの苦戦した。懐かしかった。こんばんは。サンタさんいるよ。おやちゃんとかね、フィンランドからおそう、サンタさんが、サンタさん来るよ。ロンタン、ありがとう、めっちゃかわいい、めっちゃかわいい、ありがとう。こんばんは、メリクエ、青さんとも、え、ありがとう、翔くん、ありがとう。クラゲ坂のイルミネーションに行って、いいな、イルミネーション。本当に、いいよね。冬さ、いっぱいイルミネーション見れるからさ、好き。声かけてくれた写真、え、本当？一眼で撮って、一眼だったらあれなのかな、顔あんまり青くなんない、ちょっと、あ、アバター。そう、本当に難しくて、フラッシュさ焚いても、あの顔青くなっちゃって、そう、難しかった。でもすごいね、楽しかったよ。ケーキね、チョコレートケーキ食べた。チョコレートケーキだよ、美味しかったよ。上にね、サンタさん乗ってた、なんだっけ、なんていうんだっけ、あのお砂糖のあの塊、なんていうんだっけ、お砂糖のあれ、なんだっけ、お菓子、角砂糖じゃなくて、え、なんていうんだっけな、あ、待って、サンタ、ちょっと待って、マジパンだ、マジパン、そうそうそう、マジパン。マジパンあった。マジパンが乗ってた。食べてないけど。チョコレートケーキ。ショートケーキも好きなんだけど、でもチョコレートケーキの方が私は好き。そうだからね、美味しかった。そう、リハ前にね、お家で食べたから、そう、元気出た。そうそう、マジパン。コージーコーナー30人。そうなの？いや、でもそうだよね。ケーキみんなね、頼むよね。
31もめちゃめちゃケーキみたいな用意されてあったすごいと思って、アイスケーキもいいなって思った。あ、さっきチョコレートケーキ一緒じゃん、一緒。あ、今チキン食べてる。もうだよチキン、私もさっき食べたよチキン。そう、マジパンそう美味しいけどね、硬いからね食べれない。マジパンで進撃巨人、え、なにそれ進撃で巨人ごっこできんの、え、どうやってやんのネタチキン食べた、ローストビーフとなんだっけ、そう、チキンとあとなんだっけ、あれ、あ、シチュー食べた。私シチューがねめちゃくちゃ大好きなんだよね。カレーとかも好きなんだけど、カレーよりもシチュー派そういうことね、超型オーナーが人間大丈夫、そういうことかなるほど、伝わったよ、伝わったからね、ダメで恥ずかしがらないで大丈夫だよあとなんだっけ、そういっぱいねあって、あ、シチュー、え、シチューのご飯かけない、分けて、え、ご飯と一緒に食べてない。あと私が大好きなネギトロ巻きも食べた、オニオンスープもあったし、ターキーもあった、ターキーも食べてないけど、そう、豪華。お家帰ってきてめっちゃ豪華なご飯が置いてあってすぐ食べちゃったチキン食べてチョコケーキ食べた、あ、確かに一緒だね、一緒じゃん。あ、日本クリスマスにケンタッキー、あ、でもねケンタッキー食べるところもね家族もありそう。だってツイッターのトレンドにさケンタッキーって書いてあったもん、入ってて、あ、プルコギいいじゃん、プルコギ美味しいよね。あの昔前はコストコ行ったら必ずプルコギ買ってもらってた買ってたよ。こんばんは、え、ごん団子と緑茶クリスマスに、なんでお団子、お団子買ったの緑茶いいじゃん、頭にさ冷たいのか。シャンパン、おしゃれだ、おしゃれだね、いいじゃん、いいクリスマスを過ごしてね、ありがとうみんな。じゃあそろそろ、そろそろちょっと終わりにしようかな。今日友達がキッチンカーしてて手作りクリームシチュー作ってて、クリスマスイベント遊びに、え、クリームシチュー、キッチンカーで美味しそう、いいな、クリームシチューね大好き、なんかクリーム系のね食べ物、カルボナーラとかも大好きだし、とだからシチューも、クリームシチュー、あの白い方、白いシチュー大好きなの。え、シャンメリー飲んだよ、ピーチ味のシャンメリーだった特会申し込みました、ありがとう、ありがとうね、みんな。じゃあそろそろね終わりにしたいと思います、ありがとう。明日来る方は楽しみましょう、素敵なクリスマス過ごしましょう。でも配信でもね、夜の部無料配信があるから、配信で見る方もぜひ一緒に楽しいクリスマス過ごしましょう。二十歳でシャンメリー飲むの尊いなそう、あのね、なんか飲むって言われて、そうで氷結飲んだらって言われたけど、そうシャンメリーあったか、シャンメリー飲んだ明日、ね、楽しみ、楽しもうね、ありがとうみんな来てくれて、ありがとう。え、そう、何味かね知らなかったんだけど、ママが買っててくれてて、何味か知らなくて見たらピーチ味って書いてあって、そうやっぱピーチ味好きかも。
ありがとう。じゃあ、プライベート好きじゃない。そう、桃味好きなんだよ。じゃあ、ランキング読みたいと思います。13位、野菜さん。12位、ジョックロック。11位、コウキ。10位、タカヒロさん。9位、ウタ。8位、完熟ヴァンパイア。7位、ルセラ。ルセラだけだよね。ルセラ。6位、マサハルさん。5位、みっちゃん。4位、きっちゃん。3位、ライト。2位、萌え。そして、1位は、ノータン。ありがとう。ありがとうございまーす。ありがとう。ちょっと、そうさ、少しだけだったんですけど、ありがとう。ありがとうございまーす。楽しかった。ありがとう。ありがとうね。良いクリスマスイブを。そして、明日はクリスマス。楽しみましょう。ありがとう、みんな。みんな素敵なクリスマスを過ごしてね。ありがとう。また明日。また明日お会いしましょう。お疲れ様。ありがとう。お疲れ。1323人の方見てくださって。ありがとうございました。明日はもう番組。じゃあグッズよろしくね。薄ピンク振ってくれるかな。ありがとう。ぜひぜひ、ポシグッズ持って、応援 しに来て、会いに来てくださったら嬉しいです。待ってまーす。ありがとう。またねー。バイバーイ。お疲れ様でした。